自衛隊の闇、国民の増税の裏で何が起きているのか。海上自衛隊の不祥事が相次ぎ、国民の信頼を大きく損なっています。自衛隊員が潜水艦受注業者の川崎重工業から裏金を使った飲食接待を受けたり、不正に手当を受給したりするなど不正行為が明らかになっているからです。例えば川崎重工業が都市2億円もの裏金を捻出し、潜水艦乗組員を接待していたという事実があります。この他にも海上自衛隊員が潜水手当を不正に受給していた疑いや、安全保障に関わる機密情報を違法に運用していたことも判明しています。このような不正が横行している中で、国民に防衛増税を求めるのは極めて問題です。自衛隊の不祥事は一刻も早く徹底的に解明され、責任者は厳しく処罰されるべきです。このままでは国民の信頼を取り戻すことはできません。あなたはこの状況をどう考えますか？